パス取ないいですあのウォーキングも悪くはないんですけれどもけどやっぱりね僕はねバックランジをおすすめするんですよね。 ウォーキングよりバックランジの方が結果体脂肪が減るんじゃないかなと思うわけです。実際に減ってる人も多いと思うんですけれども、ウォーキングを5分とか10分っていうのはまあ誰でもできると思います。誰でもね、そのぐらいまあ歩くことはまあできますから、まあ、歩けない人は別として、歩けるんであれば5分、10分は誰でもできるんですけど、まあ、誰でもできるからウォーキングをしましょう、歩きましょうって勧められる方多いと思うんですけど、 まあ,それはね、まあ歩くことが少ない歩くことさえ少ないということから考えればまず歩くことはしましょうというのはまあいいんですけれどもただ太りたくないから何千歩歩いてるっていうふうな、まあ、言ってる人もまあまあ結構いますけどどれぐらいの割合の人がしてるのかなと思ってねあまりね高くないような気もするんですよ歩いてますっていうふうに聞いてもまあまあお腹の体脂肪がね残ったものの人もまあ結構見かけるような気がするんですね。 まあもちろんね、その歩くウォーキングっていうのはやらないよりやった方がもういいんですけれども、まあ今言ったように、ウォーキングを5分やるっていうのはまあ誰でもできます。だけれども、バックランジを1分、ね、5分じゃなくて1分です。 1>, 1分っていうのはバックランジで言うと1回しゃがんで立ち上がるのが2秒だったりするんでまあ大体30回ですね30回のバックランジっていうのは今すぐね身の回りの人とかにやってってたら誰もができるわけではないですまあやってる人は最初20回もきつかったとかあると思うんですけど30回っていうね1分っていうのはまあできない場合もあると思うんですねただできない運動だからダメというわけではないと思いますしそのバックランジも最初はできなくてもまあ誰でもできるようにもなると思うんですけど ただ今のね、その誰でもできるか今すぐはできないか、まあ、ここにね、ウォーキングとバックランジの差があるんじゃないかなと思うわけです。まあ、20分いつも歩いてますと言っても、1分30回のバックランジがま、できないこともあります。まあ、これは、ウォーキングという、ね、水平に移動する運動というものか、バックランジという上下に移動するかという、ここに大きな違いがあるんですね。まあ、それは強度の違いになってくす強度っていうのはきついということね。自分の体にとってきついかどうか。 ということ。そのきついという、まあ、体感にはなりますけど、その強度が違うと何が起きるかということですね。皆さんの感覚はどうでしょうか運動後、ずっと体が熱くないですかウォーキングという運動は、その運動中の消費というものがあります、まあ。歩かない、全く歩かない、よりら、歩いただけ筋肉が強くなると思いますけれども、バックランジの場合は、まあ、運動中のエネルギー消費も、まあります。 それから、まあ、強度が高い、きついので、しゃがんで立つということをやっていけば、ウォーキングより格段に筋力は上がるということです。全然格段に上がりますね。それと、筋肉ができるということ。筋肉ができるというのは、まあ、形が変わる。形もかっこよくなるし、筋肉ができれば代謝が上がるということですね。運動時代ない時間も含めて、すべてエネルギー消費が上がっていくということ。で、それで日常でちょっと動く仕事で、仕事だかなんだかんだで動いていくと、もっともっともっと倍増して増えていくわけですね。 それに加えてですよ。今のそれに加えて、運動中の消費もありながら、運動後の消費もかなりあるという、これがウォーキングとバックラウンドの体脂肪を減るか減らないかというところの大きな違いなんですね。まあ、この運動後の消費というのに関しては、まあ、エポックっていうのがあるんですけど、運動後過剰酸素摂取量っていうんですけれども、 まあこれ強度の高い運動。強度が高いというのは、ははすごく言うか、筋肉がすごいきついか、どっちかなんですけど、まあ、その状態になっていくと、筋肉は酸欠を起こします。で、その酸欠状態になったら運動後は酸欠状態から回復する状態に入ってるんですね。運動していく、体を動かしていく上で、エネルギー源っていうのは基本的に3つあります。1つは ATP-CP 系というもの。もう1つは解糖系というもの。それから有酸素系という、この3つが基本的にあります。 で最初の ATP-CPK というのは ATP-T というのはトリプルで3なんですけどもこれが1つ分解して ADP というまあドスですね2になるわけですこれが離れて分解されるときに熱が起こるこれがエネルギー源として使われるということ 今これ分解されましたけれども、体はもう一回元に戻して、もう一回動くためのエネルギーを作り直そうとします。これがクレアチンリン酸の再合成といって、もう一回これを戻す作業をしていくんですね。それが強度の高い運動の後に行われるということ。こういう作業が行われるということ。まあ、ちなみにこの ATP-CPK というのは、だいたい8秒ぐらいしか続かなくて、皆さんが100メートル走全力で走った時に、終わりの方で足が回らなくなりますね。まあ、あそこの足が回らなくなるというのは、このエネルギーが一回切れたところで、 これが切れると次の解凍系という運動に移っていくんですけども、その解凍系というのは、いわゆる糖質ですね、グリコーゲンをエネルギーとしていく。それをエネルギー源として使った後には、老廃物として乳酸が出来上がるわけですね。 その乳酸が溜まっている状態というのは筋肉がまた動かなくなってくる状態。まあこの解糖系はだいたい30秒から60秒ぐらいの間でそのエネルギー源は一回切れると言われます。それが切れた有酸素系の次のところに移っていくんですけども、その今の糖質を分解して老廃物となった乳酸というのはまあ昔はね、乳酸ができるような状態になってしまうと体が動かないって言ったらそれだけだったんですけども、 今は、この乳酸をもう一度肝臓に戻して、新しくエネルギーを作り変えるという作業を行っているということで、この乳酸を垂れ流してね、外に出すっていうのではなくて、もう一度戻してエネルギー源を新しく作っていくわけですね。これも強度の高い運動後に行われるわけです。 この今の回解凍系30秒か60秒ですから、これはだいたい筋トレの時間ですね。バックランジを20回やったらだいたい30秒、40秒になってきますで。さっきの30回であれば1分になってくるわけですね。ここは解凍系を使っていくわけなんですけど、だから強度の高い運動をやっていくと、最初のエネルギーを使ったのをまた戻していく作業、クレアチンリン酸の再合成を行っていく。それから次のエネルギーを使った時の乳酸をもう一回エネルギーについて使っていくという、この作業を運動後にやっていくわけですね。 そういった作業をしていくときに体がもっともっと酸素を必要とするので血液の中を調べていくと運動後も酸素をずっと取り入れてるのが分かってきたそれはそういった回復するための作業をいっぱいやってるからなんですねその回復するための作業をやってる時に酸素も取り込むけれどもそれを戻すためにエネルギーを使ってまた元に戻してるということなんですねなのでえっとほどほどの有酸素運動を行った場合にはまあウォーキングとかちょっと早いぐらいの早歩きぐらいっていうのは 運動開始から運動後まではエネルギーを消費してますけども、筋トレというね、それに比べて強度が高いものになってくると、運動を始めてから運動後もエネルギーを消費しますし、運動後、運動終わってからもしばらくもエネルギー消費をしているという状態なんですね。その状態を運動後過剰酸素消費量と言ってエポックと言われるんですね。でこの状態というのが13時間経った後でも13%その酸素の消費量がアップしていると。で、16時間経っても4%アップしていると。 だから、12時間よりもっと前であれば、運動直後の4、5時間後であれば、もっともっとエネルギー消費はあるわけです。で、そういう状態というのが24時間が続くと言われてて、その間脂肪も使ってエネルギー消費をしていると言われています。で、その消費量というのが、まあ、あの、運動の度合いによって、ま、いろいろ違うと思うんですけど、まあ、100キロぐらいしか消費しないというふうにまあ言われることもあるんですけど、ただこの100キロカロリーであったとしても、ランニングマシーンで時速10キロで10分間走ると、ま、同じぐらいなわけですよ。 で、もっとハードなトレーニングしたら多分もっと消費量多いと思います。まあ僕はね、ずっと前なんですけれども、まあ10年ぐらい前なんですけど、まあ2週間どうしてもね、まあちょっといろいろなことがあって、全く筋トレができないという期間がありました。まあ仕事はしてたんですけども、2週間筋トレができませんでした。で、その後、あ、やっと落ち着いた。筋トレしようと思って筋トレをしたら、まあ体が全部がこの熱い感じ、熱が戻ってきたという感じがあったんですね。 でその運動をしていなければその自分の熱がなくなったのは全然わからなかったんですけど筋トレを始めたら体の熱が戻ってきた感じはすごい感じたんですね。ああ俺の体っていつもその状態にあったんだなと。だけどなくなったのはわからないけどその熱がなくなったらわからないけども熱が戻ってきたらあ俺はこの状態でいつもいたんだというのがねはっきりわかりました。 筋トレをそもそうも週5回やってたので、僕はこの状態がエポックの状態、運動後もエネルギー消費が高い状態というのが毎日続いてるわけですよ。24時間続くとも言われているので、運動後のエネルギー消費の高い状態というのが毎日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 週7日間ずっと続いているような状態なわけです。もう毎日エポック状態です。まあこれは状況としては歩くだけと大きく違ってくるわけですね。運動していない23時間ぐらいの状態がかなり違うというわけです。ただバックランジも 超高強度というわけではないです。 100キロのスクワットをやってるとか、100キロのベンチプレスをやってるとか、それをね、8セット、10セットやってるとか、まあそういう、そういうね、超高強度ではないので、まあそういう超高強度の場合には、同じところを毎日やるのは無理なので、まあ通常ハードに筋トレやる場合は違う場所、違う場所をやっていくことによって、強度の高いものを違う筋肉を使って、そのエポックの状態を毎日維持しているような感じなわけですね。だけどこのバックランジは、まあそこまで超高強度ではないんですけれども、ウォーキングよりは強度は高い。 でも、慣れてくれば毎日できるぐらいのレベルのものです。毎日ちょっときついかなという感じなんですね。だから、いわゆる重いスクワットとかとはまあちょっと違うんですけれども、まあ、それなりに強度が高く、それ週5回やっていけば、かなりその運動以外の時間の消費ってものすごい上がってくるわけです。 そのウォーキングとかいうのも、まあレベルをね、その有酸素のレベルを上げていけば、まあそれも可能は可能です。いわゆるインターバルトレーニングですね。1分間ものすごいダッシュをして、2分間軽いジョグにして、1分間ものすごい全力で走って、2分間軽いジョグにしてという感じで、ものすごいハードな音を軽い音で山をどんどん作っていけば、まあそれで強度を上げるというのも可能なんですけども、まあ、バックランジの場合には、それがね、まあ5分ぐらいで終了するので、まあその方がね、手軽で簡単かなというのもあ,あります。 だからその運動にかける時間とか、運動時間以外の消費量とか、で、それ以外に筋肉がつくことで代謝が上がることというのを考えていけば、まあ、バックランジは最初はきついかもしれないですけど、少し努力をすることでやっていけることなので、まあ、そこはね、かなり価値のあることかなと思います。 そういうふうに運動をして体脂肪を落とそうという場合にはその運動時間だけなく運動後にもエネルギー消費があるような運動そういうレベルでやっていくというのが一番時間の使い方としては賢いやり方かなと思いますね。 なので、歩くだけとか、低強度の有酸素運動だけをやるんではなくて、やはりちょっと強度の高い運動をやっていく。まあ、今回の場合だとバックランジをやっていく。というのがね、時間とか労力を考えれば、より効率のいいやり方かなと思いますので、今、バックランジをやっている人、まだバックランジをやってない人、ぜひね、始めて、そのまま続けて、頑張ってみてほしいと思います。まあ、そんな感じでね、運動後の自分の体というものをちょっとね、気にしてみてください。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。1冊、ツイッター目とフォローよろしくお願いします。パソナルトレーナーゆうしでした。 Go, go!